株式会社秋田ケーブルテレビは、秋田県秋田市をエリアとし、テレビ放送、インターネットを業務とするケーブルテレビ局である。また子会社を開始秋田拠点センターアルベの民間旨を管理、運営する。秋田ケーブルテレビは、秋田市のほか、同市内企業の出資によって1984年6月12日に設立されるが、再三の見込みが立たず、休眠状態となっていた。 しかし、放送、通信分野における規制緩和を受け、1994年に日商祝いと日本テレコムが資本参加し、両社の主導によって1997年12月1日に開局にした。2013年5月2日、農立後期の子会社である NK リレーションズがオリンパス系列のオリンパスビジネスクリエイツからツナの株式を取得したため、 筆頭株主が交代した。また、翌2014年9月には、ツナから、能立後期に対し、自社株取得の申し入れを行い、NK ディレーションズが保有する12000株を約1.7億円で取得している。2013年春、ツナなど、ケーブルテレビ各社が出資する、東京デジタルネットワークと開発に当たってきた、タブレット TV がサービスを開始した。 さらに2015年2月20日には NTT 東日本の光回線であるフレッツ港のサービス卸しを利用したツなコネットラインの取扱いを喧嘩全域を対象に開始したほか同年4月1日からチャンネル数を増やし自主制作番組を充実させるとしている2014年6月13日本社を従来の秋田市八橋土壌沼町から八京南一丁目の 秋田県省に療育センターとして使用されてきた建物に移転。新社屋には作品展などを開くギャラリースペースも併設された。2015年9月、秋田市立体育館の命名権を取得し、津のアリーナ秋田とした。2017年現在 B リーグ、秋田ノーザンハッピネッツのホームアリーナとなっている。2019年12月、 総務省東北総合通信局に地域限定の高速通信企画ローカル 5G の免許を申請。津奈アリーナ秋田と大型村の農場に基地局を設置して2020年6月から電波を発射。スポーツ中継やスマート農業の推進に活用して行くとしている。2020年3月25日付で秋田拠点センターアルベの民間棟を管理、運営する。 秋田新都心ビルの全株式を創日から取得して子会社化した。買収で収益基盤の強化を図り、アルベを拠点に 5G を活用した情報サービスなども検討する。昭和50年代後半にかけ、全国各地で都市型 CATV の開局が相次ぎ、早速、秋田でも秋田商工会議所発起の中核として、 1984年6月12日に、ツナは、設立を見た。設立直後には、地元での購読シェアが、実に90%以上を誇るとも言われる、秋田伊佐新報に、秋田にも、他チャンネルの時代が来るなどと歌われた広告が、掲載され、当時 NHK、民放局も含めて、全4チャンネルのみの視聴しか叶かなわなかった。秋田市周辺の住民は、 つなの開局に大きな期待を抱いた。しかし、秋田放送、秋田テレビ及び秋田伊沢尾新報の地元マスコミ3社が、秋田商工会議所や関係機関等に設立の再興を訴えたほか、バブル崩壊による景気の冷え込みもあり、設立事務所は同商工会議所内で休眠状態に陥ってしまった。長らく開局に向けた。 前向きな話は聞かれなかったが、秋田商工会議所会頭で、県経済界の顔役であった五代目、辻平吉が、大々的に開局の温度を取り、またその後の放送、通信分野の規制緩和による日照祝いと日本テレコムの資本参加を受け、会社設立13年目の1997年12月1日に開局に至った。開局後、秋田伊佐新報のラテランでは、 読者からの要望も踏まえ、地元地上波放送局と同サイズでツナ加入者のみ、視聴可能な TBS 系列の IBC、岩手放送の番組欄が掲載されるようになった。デジタル放送の再送信については、長野県内の一部ケーブルテレビ局によるキー局の無断再送信が問題となった関係で、交渉が難航していたが、2010年4月1日に、 再送信開始に向けての試験放送を開始、同15日に正式に開始された。イコール2010年4月15日配信開始アナログ 10CH デジタル 701CH で放送。ツナコミュニティサロンは1日5回放送している自社制作による地域情報番組。その他、朝夕の秋田市内の道路状況を伝える道路ライブ情報や朝日ニュースター。 野村の自由学校等アニメ、各種情報番組も織り混ぜながら24時間放送する。かつては、同 CH 内で、第一交渉スターカラオケや大人の、音楽専門 TV、ミュージックやカートゥーンネットワーク、ニコロデオンも放送していた。ありがとうございます。